始まった皆さんおはようございます。ガオー。はい、始まりました。シニアリーグでございます。ということで、2023年開幕戦でございます。おーす、おーす、あざす。その時のですね、スタンスが結局、国際連盟を頓挫させ、ヒトラーを登場させた。アメリカのせいでヒトラーが登場した。 ゴールコンスコンナイスゴール今年初ゴールはコンスコンです強いものが生まれるかもしれない。それが世界に行ってしまうかもしれない。3年前、武漢の悪夢。これがまた蘇ってしまうかもしれない。これから、春節、大と始まる。これがとても心配です。いろんな手を打とうとしますが、この数ヶ月、世界がどうなるか、大きな山になるんじゃないか。 正論ゴール松原ソムデート正論ゴールです !1 対1ですねシーソーゲームです。狂気の沙汰が起きるプーチンであってですね。僕はこのロシアの将来考えてときさっきの夏頃まで去ることながら10年20年考えてもロシアの悲劇世界から孤立し埋没していく水亡するロシア。 ということになると。ゴールですゴールですが、ノトリ,リスサマイク。<laughs> ゴールです正論ゴールね。これ正論ゴールです、一応。あの、ロシア滅びるっつったんで、正論ゴール。でもこれはすみません。長すぎたんで、ノトリ,リスサマイク。世界との獲,獲得競争でも、日本は買い負けしちゃってます。豊かな資源までも、海外に買われる。 北海道が危ない出ました。世界との競争に負け落ちる日本。はい、これゴールです。はい、もうナレーションでゴールです。世界との競争に負け落ちる日本。ゴールです。120年間もう分かってることなんです。それをなんかごまかしごまかしやってきた。結局、アベノミクスっていうのも、あれまあ、見せかけのもんで、金融、どんどんなわけですよ。お金だけで回すって。 ゴール破ってゴールアベノミクスディスってゴールです。こういうの変えていかないと。そうね。自分の立場を顧みず、正論言ってますね。先の動き見てても思いますよ、ね。これ正論ゴールだね。<noise> 松原、自分の立場を顧みず、棚に上げて正論ゴールです。<laughs> そうです。一括採用ダメだ。多様性が必要だ。採用にもな。魂を変われないためには、やっぱり、ある程度以上の国力。国力が大事だとか言いましょう。松原さんでと。 松原アソムデート、これ、ゴールですよ。国力大事。ゴール。正論ゴール。松原アソムデート国力だ。あでもだめだ。借金とか言い出したか、ちょっと待ってノーー。ノーゴールです。ノーゴールです。逆です。これ、あれですね、国力をつけるために増税って言ってますから、これ、逆です。変更ゴールです。すごいです。松原アソムデート。さあ、破っていきました。日本の国力、上げるためにどうすればいいか。 どんなことやってもやなきゃ。財源がどうするのか。<laughs> 破ってもそうせる。<laughs> 破ってもゴールだぞ。破って。ゴール。破ってゴールです。国力上げるためにぜ増税、すごい。<laughs> 部数の重力に魂を引かれた者が何を言ってるんだろ、ね、この野郎。<laughs> これ、ナイスおまうゴールですね。土の子、おまうゴール。おまうゴールです。 一点入りました。初得点。<noise> 試合終了。六対三でチーム三系勝利です。おめでとうございます。<noise> えー、開幕戦チーム三系の勝利ということ。